今年の9月に、映画に出まして、あの我ながらまさか映画出るって思ったんですけど、あのパーマネントのバラという映画へ、出させてきました。それであの役者をやることになりまして、小池栄子さんとあのセリフを喋るシーンがあるんですけど、菅野美穂さんとはすれ違うシーンとかいろいろありまして、3年前にそういう、まあ、あの経験をさせていただきました。映画の俳優って大変やなということで思いましたけど、まあ、セリフもまあいうシーンがありまして、僕はフィリピンパブイリビッタリの両親の役ということでね、出まして、その時にその小池栄子さんとこの話すシーンがあるんですけど、そのセリフをちょっと、言ってみたいと思います。わしはロッポンじゃママ元気出してやっていうこのセリフを言わないといけないけど、何回つまずいたもんで大変な、役をもらいまして、さて、まあ参加させていきました。まあオーディションに出まして通ったんですけど、まさか自分が出ると思ってなかったので、そういう思い出になりました。そしてそのロケの場所が、宿毛の榊というところですね、そこの榊というところの場所の地名がすごくね、場所もものすごく印象に残りまして、まあこれを歌にしたいなと思って、帰る道中あのロケが済んで、詩を書きまして、タイトルが風はブルー榊の港という曲を、タイトルから、まあ、作りまして、その曲をね皆さんに聴いてもらいます。まあロケ参加させてもらっていろんな思いが今蘇ってきます。聴いてください。風はブルー榊の港。船が行く昭和の匂いが今も残る。心落ち着く里の家。君よ帰ろう、僕も帰るから。愛がある、情けがある、ここには風はブルー、風はブルー、潮の香る榊の港。海が眩しくきらめいて、カモメが寄り添い飛んでゆく。潮騒の音に耳を傾け、思い出巡る時の。君よ帰ろう、僕も帰るから。親父の笑顔、母の優しさ、子守り歌。風は来る、風は来る、榊の港。ありがとう。リンリン踊る港の朝、熱き男の一日が始まる。漁師一筋海に生きる。生まれも育ちも榊ぜよ。君よ帰ろう、僕も帰るから。自然がある、四季がある、友がいる。風はブルー、榊の港。君よ
帰ろう、僕も帰るからありがとう。親父の笑顔、母の優しさ、子守り歌、汗は降る、風は降る、夕日に染まる榊の港。ありがとう。ありがとうございました。さあ皆さん元気ですね。ということでありがとうございます、ね、だん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 時間がね、もう3時が来ましたね。本当は4時までやるんやけど、もうなんか誰もおらんなってきたっていう感じでございますけど、まだ持ちやつ気勇気ね、もうちょっと頑張っていきたいと思います。それではここでゆずっこという曲を歌います。この曲はね、あの生まじきた思い出としてね、くねくねむち上がってきて、やっぱり生まじきてきたなという思いをこの詩に入ってます。これは生まじはいろんなものが詰まってますよということですね。それでは聴いてください。ゆずっこ。の森の中、ちっちゃな村に生まれたの。ゆずっこ、ゆずっこ、ゆず娘、自然の恵みを届けます。お山の緑が大好きで、川遊びも大好きで、ゆずっこ、ゆずっこ、ゆず仲間、お山の元気を風に乗せて、夏の初めに愛らしい白い花びら揺れてます。ゆずっこ、ゆずっこ、ゆずの花、日記に挟んでおこうかな。6月静かな夜の川、葉っぱに止まったゆずぼたる。ゆずっこ、ゆずっこ、ゆずぼたる、うまじの里に咲きました。素敵なお嬢さん、お肌しっとりべっぴんさん。ゆずっこ、ゆずっこ、ゆず化粧、いくつになってもお嬢さん。お日様今日もありがとう、夜空に輝く満天の星。ゆずっこ、ゆずっこ、ゆず家族、おやすみなさい旅の人。ゆずっこ、ゆずっこ、ゆずの里、今年もいっぱい実りました。ゆずっこでした。ありがとうございました。
さあ、いよいよアリサちゃん上がってきてください。あのソングユマジョンセの歌やろ、この曲も30周年としてね、ユマジョンセの歌を作りました。このソングユマジョンセはもうとにかくみんなで楽しい曲にしたいという思いで30年を迎えた時にできました。今日はあのアリサさんのキーボードに乗せてちょっとやってみようかなと思います。それではアリサさんのステージまでお願いします。そしてこの、だいたいアンバイでやってもらおうかな、メロディーが。それも適当に合わせて。まあ今日はほんまこういう感じでね、まあ雨が土砂降りにならっただけでもね、良かったかなと思います。それではあの OK ですか。ちょっと音、キーボードの音をちょっとチェックして。ケンタ置いたらギターカットね、俺ので、キーボードの音も調整しながらステージの前で聴いてください。それでは、ソングユーマジ温泉という歌を歌います。林くんは温泉から来てないね。林くん温泉におるんよね。おらん、おった。 OK、 林くんの奥さんがおるんやと思う、ね、林くんの奥さんおりましたら一緒に言う言う行きましょうか。ソングユーマジ温泉よろしく。湯が沸いたぞ、ゆうゆう、父ちゃん母ちゃん、ゆうゆうゆう、兄ちゃん姉ちゃん、ゆうゆうゆう、家族みんなで馬路温泉、山のおいしい空気と清き流れの安田川、自然に囲まれゆったりと心癒され旅の宿、どこから来たかねと声をかけられ旅の人、広島から来ました、心も温かい、湯が沸いたぞ、ゆうゆうゆう、じいちゃんばあちゃん、ゆうゆうゆう、孫と一緒に、ゆうゆうゆう、安らぎ時間、明日の元気、親父は山の達人で、おふくろ得意な田舎寿司、笑顔のもてなし山盛りで、心を込めて馬路村、ああゆにうなぎに雨ごつり、子供は遊びの名人で、心臓破りのフルマラソン、ガムシが一緒に走ります、湯が沸いたぞ、ゆうゆうゆう、バラを浮かべて、ゆうゆうゆう、ゆずも浮かべて、ゆうゆうゆう、うなじ丸ごと湯煙の里、
ファングユーマジオンセラです。ありがとうございました。皆様お疲れじゃないですか。疲れた、僕は非常に疲れた。このね、雨の中のライブって気使うんよ。降ってきやへんかと思ってね、来たらパッと散られておらになるし、もうね、なんかけど、そのもや気持ちの中で一緒にこうやって追ってきてくる、やんね、応援してくれて一緒に楽しんでもらえる気持ちって嬉しいな。だからもう、おうどん美味しいやろ、おばあちゃん。もうね、食べ持って歌聞いたらうまいろ。ありがとうございます。もう我慢あるか。ただもう一曲二曲歌わよね。もう僕も家帰られがんぎ。今日はね、あの彼女とやってますけど、彼女も今年がね48なんですよ。あのそんなに急に避けとったらいかんということで、年もね、年に見えんでしょ。48には25か。もう年が全然わからない彼女であって、常に楽しく、あのキーボードの先生ですね、お師匠さんですよ。だからさっきも子供たちがたくさん集まってきて、キーボードの先生をねこうやって取り囲んで、あのとにかく子供たちと一緒にここにあのレッスンをし、風景を見ましてね、まああんまり僕もライブでああいう風景を見たことないんですけど、まあ今日大町村で子供たちと触れ合ったということでね、いいところでございます。ご出身があの安というところでね、安のちょっと 5分ぐらい入ったところでねお住まいですね。まああの元気な先生です。それでは元気な先生と一緒に、あの平成新土佐の歌という曲をね、土佐を元気にしようと思いで作った曲があります。これおととしねできました。もう土佐、とにかく土佐を盛り上げたい、その思いです。それではその平成新土佐の歌という曲を歌ってみたいと思います。それではカラオケよろしいですかね。レッツゴー、よろしく。この幕はいなんとも言えん。まだ天下かよ。もうちょっとやり直しや。レッツゴーやったらタンと抱いてくれたらいいけど、みんなほら歌うかな。です、なんとなくこの動揺するというところが仕上げるんじゃけん。オッケー、オッケーですか。まだエラーが集会チキヤキでちょっとねエラーをしております。オッケー、もうちょいカラオケで、カラオケ。から土佐はお客から、土佐は南風から、野心にもよろ獅子たち、坂本龍馬、中岡慎太郎、湯崎弥太郎、いっぱいやらんかよ。時代に集う友よ、自由に語らん、おらんくの踊り、鳴る子の調子に、ジンマもバンバも踊れ踊れ、廊下で賑わう友よ、自由に語らん、
さは足ずりから、遠さは結びから、地酒片手に待ち言うぜよ、陽気な仲間たち沢地囲んで杯交わして、朝日が昇る、西に東に集う友よ、自由に語らんおらんくの、船でよ、西に東に集う友よ、自由に語らんおらんくの、船でよ、ありがとう。ほんまに今日は元気をもらいました。おい待てや、もうええじゃん。あ、びっくりするぜよ。もうええ番の段取り聞いて急にまた駆け上がってからに、朝のね、ちょっと湿ったい空気がね、もう今歌って僕も気が入りましたけど、ほんまに元気でやればな、雨も降れへんわね。よく残ってくれました、ありがとうございます。もうね、食べ物もなほとんど底ついた、まだ残っちゅう、ちょっと俺言うちゃって、残っちゅう、ちょっと MC を入れちゃって、僕はあと1曲で終わります。もう1曲だけで皆さんとお別れでございますが、長い間歌ってくてね、まだたくさん時間が残っちゅうけど、まあ片付けのこともあると思いますので、はい、ちょっと喋るよ。はい、食べ物の方はどうでしょうか。まだまだ大丈夫ですか。全体的に売れてます。全体的に。全体的にかなり。餅のコーラの方、さっきから餅ペタペタ終わった。餅は完売だそうです。もうね、万歳。餅万歳。よかったよかった。餅は全部売れました。各コーナーは大体売れてますか。全然売れてない。そこは焼き鳥か。山並は。山並を紅茶って。山並を皆さん紅茶ください。山並で。焼きそばは焼き湯そうです。焼きそばもうどんもまだあるそうです。せせりもあるそうです。皆さんどうぞ、まだまだ食べるものはありますので、はい、お土産にでもね買ってあげてくれたらいいですね。まあ餅が売れたとね、餅も大福餅食いたかったけどな、一つぐらい残ってないかな、あんこの餅が。あ、こうてくれちゅうと、ちゃんとあら用意でこうてくれちゅうと。それでは一曲でも終わりますね。皆さんご苦労さんでした。今日はお疲れ、またけど4時までやるんやね、一応4時まで、ね、じゃ4時まで、はい、そういうことで、まあ僕たちもちょっとここでもうそろそろね、ステージから降りたいんですが、まあまたどっかでおったらまた声かけてつかわさいやね。ありがとうございます。あさってはディナーショーホテル玉井でありますのでね、まあ明日はゆっくり休んで、あさってのホテル玉井にまあ頑張って調整したいと思います。もし来られる方があったら来てくださいけど、まあほとんど予約制になっておりましてね、もし来られる方は明日までに豆電気まで電話してくれたら、席の方へちゃんと結婚披露宴のような形でありますので、指定席になっておりますので明日までに連絡くださいね。こじゃんじ盛り上がりましたいと思います。明日はね、あさってね。それではありがとうございました。僕のデビュー曲で東京にいる君にという曲を歌って皆さんとお別れしたいと思います。長い間聴いてくれてありがとうございました。サンキュー。それでいこうか、東京にいる君に。
生演奏でいきますので健太よろしくね。行こうか。ワンツースリーフォー。はい。よいしょ。はい。南の風に乗せて東京の君に手紙を出します。田舎の方はレンゲも咲いてもう春めいてきました。そして君のお母さんにみっちゃんの結婚式で会いました。君から全然頼りがないと言いよったぜよ。たまには電話でも知らねえかんぜよ。南国土佐から東京へ東京へ東京一中君に東京の暮らしにも慣れてきた頃だと思います。甘い言葉に気をつけんといかんぜよ田舎と違う気に。ところで俺の妹も卒業したら東京に行くやと、その時は世話をかけるかもしれんが頼むぜよ。そんなに都会はいいとこですか。南国土佐から東京へ東京へ東京一中君にいいよりそうや。あいつどうしろにゃ元気でやりるのかい。多分スモークで顔が真っ黒になっちゃうのかにゃ。そうじゃろうそうじゃろう。僕も元気で頑張りゆきに君も元気で頑張りよ。東京に行ってだいぶになるけんどいつ頃帰ってくるかぜよ。ぼんぐらいに帰ってきみんな待ち受けに南国土佐から東京へ東京へ東京一中君に。どうもありがとうございました。年に1回ですけどね、晴れる時もあれば雨も降る、それが人生ですよね。本当おいしい。あんたに言う、あ、ラーメン食べようか。あ、ラーメンか。それでは皆さんどうも長い間聞いてくれてありがとうございました。それではまた会いましょう。ありがとう。はい、ありがとうございました。まだまだですね、ゆず始まる祭り4時まで、続きますので、まだ食べ物の方もですね。ありがとう。それでは極空馬島の歌を歌います。それではよろしく。
なたにあげる。馬路の自然をみんなにあげる。こうなってくると終わりがないんですね。朝までやらにかん、もう、まあ、照明痛いてやらにかん。もうあのね、ごっくんのね、今日はごっくん坊やもね出てこたってやったな、出てきてくれたけどな。なんという曲やろ、ソングユマジョンセン。湯が沸いたと言う言う。もう一回ごっくん、それではもう一回ごっくんやってくださいということで、ごっくんずくめでございます。今日は3回歌うことで今までないですね、2回ですね、大体。今日は特別に3回ということでごっくんの歌を歌います。皆さん覚えたでしょね。今日は僕の、アルバムもニューアルバムを持ってきてますのでね、 CD も持ってきてますので、もし、欲しいなと思ったら言うてください。1枚ね2500円で販売しております。それではもうごっくんさんお前来てくださいよ、横で想定量なんで。ここでもうやっぱり黄色い服着てこの前で、それではもう1回ごっくんマジの歌を歌って締めたいと思います。もうあのね、朝から頑張ってね、もうスタッフも大変やったと思いますよ。けど今日は一生懸命ね、盛り上げようということで、まあ今日はごっくん坊やもね、雨の中ちょっと出てこったけど、それでは皆さん、ゆず始まる祭りね、いい一年の思いとしてみんなでもう一回盛り上がろう。それではよろしくお願いします。ごっくん馬路村の歌、よろしく。上がってきて、はよ。
の自然をみんなにあげろ。ちっちゃな村の天然育ち子寿司笑顔のもてなし山盛りで心を込めて馬路村あゆにうなぎに雨ごつり子供遊びの名人で心臓破りのフルマラソンガモシが一緒に走ります湯が湧いたぞ湯バラを浮かべてユーユーユーユズも浮かべてユーユーユーうまじ丸ごと湯けむりの砂糖肩でピンポン you, you, you 恋が芽生えて you, you, you お湯が取り持つ二人の未来 you, 湯が湧いたの you, you, you 今夜も一緒に you, you, you みんなで入って you, you, you あなたも私も馬路の家族湯が湧いたぞ湯湯湯到着
皆さんどうもありがとうございました。気をつけてね。何をやるかと思って。ほんまにありがとう。もうたらね、皆さんありがとうございました。今日は腹もいっぱいになったそうです。ありがとう。そんなにいらん。上だけでいい。はい、それではね、四季の風うまじという曲をもう一回歌って、そして平成新土佐の歌を歌って、ごっくんまじむらで終わります。ごっくんまじむらの歌詞カードお願いします。あきぽん。それでは四季の風まじきましょう。それではよろしく。ラストです。よっしゃ。一緒によろしく。桜散る散る海地行く人の道のしるべは桜の並木。花見夜桜山菜寿司。おらんく娘もほろよい気分。夏の風木立の中をすり抜ける。自然美あふれる千本山。湧き出る泉の優しさと日暮らしの声に旅人足止める。秋の風ゆず香る山里の紅葉宿るお祭り林。寄って隣へブレイコー。昔ながらのお祭り風景。よいしょ。ごっくん坊やみんな集めてこいよ。ごっくんガールズ。山の葉かける狩人の自慢の味です。ボタン鍋。今日は誰だよお湯に浸かり。山の幸囲んで夜が更ける。流れせせらぐ谷沿いの心安らぐ旅の宿。のどかなささやき出湯の里。四季の
風吹く宇麻地村、四季の風吹く宇麻地村。ありがとう。何もかも忘れてね、一回や。終わりがなかった。それでは次の曲はもちろんマジの曲です。ソングユーマジ温泉やってごっくんで終わろうね。ソングユーマジ温泉の歌歌います。もう一緒にマイクでいきましょう、ソングユーマジ温泉の歌いきます。マイク貸しちゃって、なんかごっくんも出上がってきたけど。タちゃん、とっちゃってマイク。もうね、ボーカルしたいということで、一緒に。あ、OK です。はいはい、それではごっくん持って、ソングユーマジ温泉の歌を歌いましょう。OK ですかね。よっしゃ、ソングユーマジ温泉。湯が沸いたぞ、ゆうゆうゆう。父ちゃん、母ちゃん、ゆうゆうゆう。兄ちゃん、姉ちゃん、ゆうゆうゆう。家族みんなで宇麻地温泉。山のおいしい空気と清き流れの安田川、自然に囲まれゆったりと心癒され旅の宿。おばさんどこから来たかねと声をかけられ、旅の人、広島から来ました。触れ合う心も温かい。湯が沸いたぞ、ゆうゆうゆう。じいちゃんばあちゃん、ゆうゆうゆう。孫と一緒に、ゆうゆうゆう。安らぎ時間、明日の元気。おやじは山の達人で、おふくろ得意な田舎寿司。笑顔のもてなし山盛りで、心を込めて宇麻地村。あゆにうなぎにアメゴ釣り、子供遊びの名人で、心臓破りのフルマラソン、カモシカ一緒に走ります。湯が沸いたぞ、ゆうゆうゆう。バラを浮かべて、ゆうゆうゆう。ゆずも浮かべて、ゆうゆうゆう。宇麻地丸ごと湯けむりの里。湯が問い持つ二人の未来。湯が沸いたぞ、ゆうゆうゆう。今夜も一緒に、ゆうゆうゆう。みんなで入って、ゆうゆうゆう。あなたも私も宇麻地の家族。湯が沸いたぞ、ゆうゆうゆう。父ちゃん、母ちゃん、ゆうゆうゆう。兄ちゃん、姉ちゃん、ゆうゆうゆう。家族みんなで宇麻地温泉。
4時前やね。それではあのこれでラストという曲となりましたけど、まあ、あの会長、あの組合長から、ね、メッセージです。よろしく。もう一曲の予定でしたけど、ちょうどあの4時になりましたので、第6回の、ゆず始まる祭り、これで終わりたいと思います。早朝からちょっと小雨が降ってですね、今日はあの最後までこう息つくろうかという心配しておりましたけど、まあなんとか、終わることができました。本当に遠くから来ていただきました皆さん、ありがとうございました。最後にあのお昼松茸飯を、ちょっと炊いて販売しましたが、最後に一釜だけ20パック限定で300円で今から鮎飯屋の前で販売しますので、あの晩の夜食に買って帰ってください。一人限定1パック、松茸ご飯が300円です。どうも今日ありがとうございました。終わります。それではどうもご苦労さん、また来年ね。